おかえりやす。ずっと待ってたね、君ら。ああ！プライドってものがないのか！三回神にそんなこと言っても無駄。こそこそ犯罪組織と組んで。食竜権限。今回の件は君らに問題があるんやで。ここら辺はみんな太陽信仰なんや。一方は龍脈あさりの英怪人、片一方は忌々しい巫女藩、大戦後のワテらの面倒を見てくれてはる白い牙と、どっちが大切だと思います？私が代わりに締めようか。あーか、堪忍や、手伝います。あら、それならよかった。一つだけ教えてくれへんか。突然白い牙が君らの味方になったんはどんなトリックや？英会の賞金首が来たら力になってやれって自首される前に言いに来はってな。ここらの英雄がなんでよそ者を手伝うのか見当もつきまへん。リバ君。僕は何も。Fear not, see not, hear not.
脳幹終了。退出の加護。我ここに願う。カイトブランの御霊よ。龍脈引導、英会の火照らすもとへ。三、二、一、発射。カイト、お前は一番の先生だった。そして、一番の護衛でもあった。それから。急いで、一族に見放されたと思っていませんか。鉱脈没収の責任を全て被らされて。あれは僕のせいだ。僕が焦らずに開門できていたら、皇帝に無礼な口を聞かなければ。飛び家の鉱山は最初から狙われていたんです。彼らはただ理由が欲しかった。若のせいではありません。元気を出して。宇宙船は目の前ですぞ。誰だ。当主、お許しを。なんと大胆な。確かにリバクの船だが、まだやるとは言っていない。大魚を奪って逃げるのか。ご容赦ください。一族にはリバク様が必要です。私は護衛としてなすべきことを。死罪にするほどでもない。リバクは大使だ。大ごとにはせぬ。当主、第四大使は長らく待っていたご様子。このままお引きにならないでしょう。よいか。生き残った者こそが当主になるべきなのだ。僕は当主。栄誉ある英会貴族が互いに暗殺し合うこの現状はどうなのですか。ブラン、誰に口を聞いておる。私は護衛です。このような脅威が渦巻く環境にリバク様を置いてはおけぬのです。それで船を盗むのか。一族からずっと狙われる立場になるぞ。当主、一言だけお許しを。一族内の争いが増え、鉱山を奪われた今、衰退の兆候が顕著です。リバク様はお若いのに確固とした意志をお持ちです。必ずや一族を守れる人物になるでしょう。ブランよ、実を言うとな、一族皆がリバクの命を狙っておる。殺させたくないのだが、守るのもまた難しい。お主の忠誠心はよく分かっておる。私の元へ戻れば必ずや徴用してやれるのだが。当主、僕は。おう、カイト・ブランは死ぬまでリバク様の護衛であることを誓います。ブランよ。当主、若と私はこの惑星系を離れ、宇宙の彼方まで旅立ちます。そこで新しい龍脈を探し出し献上しようではありませんか。汚名を返上し、栄誉の帰還を果たすのです。そしていつの日か若が飛び家を再興するのです。棺は食流軌道に入ったみたい。生活残土貨物に偽装してね。5日で高連のターミナルに着くはず。6標準月後にはアギンガ人類統合圏の1839領地英界に到着予定。7標準月後には対一軌道に入れる。対一の加護、お前は最高の護衛だった。最後まで一緒にいる誓いは叶わなかったけど、来世であったら、その時は酒を酌み交わそう。魂よ、母なる源へ。食竜権限、万道と同じで英会の信仰も太一様や。三回信仰の万道食竜と一緒や。しかし、あかんな。
二つの大王、二つの神様。巫女はんはあちらさんの払い言葉も読めるんやな。本来はダメなはずなんだけど。っていうか、あんた関係ある？あの巫女はんとはどんな関係なんや？私は最高の妹。これ以上近寄ったら握りつぶす。白い牙とはどんな関係で？うざい。知らないわよ。商人は喋ってなんぼやで。あんで、あの英怪人はどちらさん？お姉様が拾った新種のペット。ああ？
Thank you.